さあここからはフィッシングウェーブです。今どんな魚が来てるのか、このコーナーではテレビジョンに集まる釣果情報から特に気になる地域魚種をピックアップしていきます。そうなんです。引き続き鈴木さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鈴木さんとはね、はい、釣りフェスティバル、はい、もうパシフィコ横浜の会場でね、熱いトークショーを繰り広げさせていただきまして、はい、かなりマニアックなカワハギトーク、ちょっと深すぎました。でもね、もう多分釣りやんない人からすると何言ってんのっていうような話だったと思うんですけど、はい、会場に見に来てくれたカワハギファンの皆さんは、なんて言ってたっけな、針にかからない当たりとかいう話、針にかからない当たりとか意味わかんないでしょ。あ、何それ、釣りビジョン VOD で見てくれた。結構みんなお客さんうなずいてたから、皆さん VOD もう一回チェックしてください。よろしくお願いしますね、はい、完全版そちらで配信しております、はい、そんなねテクニカルな釣りが大好きな鈴木隆さんですけど、最近どんな釣り行かれました？最近ですね、まあ、釣りフェス終わってから、まあ急にマルイカの調子が良くなってきて。あー、マルイカ、はい、あー、これは写真出てますね。いっぱい釣れてますね。そうですね、ちょっとイカ見てもらうと分かると思うんですけど、かなり今年のマルイカと大きいんですよ。これ大きいですね。マルイカってなんかもうこんなね、10センチぐらいとか10センチとか、はいはい、そんぐらいのイメージありますけど、かなり大きい。どんくらいあったんですか？これ下手したらヤリイカより大きいですね。すごいな。じゃあもう剣先イカっていうことですよね。そうですね。そう、マルイカ釣り本当むちゃくちゃ難しくて、うん、僕1日やって4杯とかだったのに、隣の熟練の高校生は20何杯とか30杯釣ったりして、すごいすごい、はい、でもそんぐらい違いが出るんですよ。そうですね。でも超能力持ってるんじゃないかなってことで、僕はもう第6巻シックスセンス重宝って言ってるんですけど。言ってますよね。そのぐらい難しいのがマルイカ釣りですよ、はい、今ね、今日聞けちゃうわけでしょ。 そんな。そうなんです。というわけでですね、今週のテーマは鈴木隆さんに聞くマルイカ釣り2023と題しまして、いろいろとねほりはほり聞いていきたいと思います、はい、やっぱ年々こうちょっと変わってくるんですか、釣り方っていうのは。イカは進化してないと思うね。道具が進化してるんで。おー、はい、なるほど。じゃあ最新版を今日教えていただくということですね。はい、はい、まずは最近の釣果情報を見てみましょう。こちらです。ほら、もうこれぞシックスセンス、持ってる人と持ってない人の差ですよ。この裾とね、竿頭56匹ってすごいですね。すごいですね。これはあの夜ですね。本当だ、夜釣り、はい、で、あの大蔵丸とか見てみるとね、1匹から30匹でしょ、うん、はい、本当だ。でこれシックスセンスあるかないか。本当、やっぱそうなのかな。いや本当そうなんですよ。全然何やってるか分かんないけど、あ、ついてたっていう時もあるし、はい、あのでも隣の子は、あ、かかった、乗ったとかね、うん、そんなことバンバン言いながら釣るから、さっぱり分かんなかったのがマルイカ釣りなんですけどね。今どんな感じですか、うん、今結構シーズン入ってる。そうですね、1月ちょうどフィッシングショー、まあ、あの釣りフェスが終わったあたりから、まあ、その前から乗り合い出てたんですけど、ちょうど当たり出して、まだね水深が、まあ、千葉っていうか神奈川県側だと、まあ、大体 100m 前後ぐらい、うん、まあ、ちょっと深いですよね。深いですよ。深いですね、うん、はい、大きくても丸イカって呼ぶんですか、剣先イカじゃなくて丸イカ。丸イカですね。関東では大体丸イカっていう言い方をします、うん、はい、大きいってどのくらいですか、30cm。 まあ同調、いやもう本当に、まあ、同調、ペットボトル500のペットボトルぐらいはありますね、胴体だけで。うわ、結構大きい、ね、はい、それ3つとかついちゃうと結構重いっすよね。うわー、味わってみたいその重量感。でその重量感味わうにもやっぱ第6巻が必要なんですよ、うん、そうですね。でその第6巻といったい何かっていうことなんですけど、それどうやったら分かるようになるんですかね。まあね、僕もよくそれ人にすごく聞かれて、うん、第6巻というかその分かんない当たりをどうやって取ってるのっていう言い方をよくされるんですけど、うん、まず自分がよく言うのは、まず月謝、通わなきゃ分かりません。月謝ってそういうこと、はい、通わなきゃ分かりません。乗船料払いましょうってことですね、はい、なるほど、はい、経験値を増やす、何にも分かんない時にとりあえずカラー合わせをして、うん、その時にイカが乗ったらその前に何があったかを見ていくって。ほー、頭の中にビデオをかけといて、うん、まあ、何にもしないでポンって合わせたけど乗ったよねって、じゃあ次は合わせる前に穂先を一回確認してから合わせの動作に入ると、あ、今なんか違う動きしたよねって分かった、うん、あ、これが触りなんだっていうのを積み重ねていくとだん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 見えてきます。目で見えるんですか、第6巻。目で見るのが9割。へー、そうなんだ。じゃあやっぱ視覚が近いんだね、やっぱ穂先の動きなんですね、そこは。そうです。
先の動きが9割で、あとは手感と言われて、こう合わせた時にイカが触ってた時がポンって外れた音とか、あとは叩いてる時になんかなんか触ってるなみたいな手感とかっていうのをこう組み合わせていくと、だん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 見えるようになって見えてくるんだ、はい、じゃあその穂先でどういう風に出るのか、はい、それを教えてください。今日ね穂先持ってきてもらったんですよ、はい。まあ、の硬い柔らかいあるんですけど、まあまあ、普通ゼロ点って言われる調子なんですけど、うん、まあ、一番、まあ、ゼロ点で待つんで、まあ、重りを負荷をかけたらこのような状態で待ってますよね、はい、で目で見る一番簡単な当たり、まっすぐ入るやつです、ストンと。ああ、これは多分誰にでも分かると思うんですよ、うん、あとはこう曲がって波で揺れてる穂先が早くスッて戻ったりとか、うん、あとは回る、回るんですか。回りますね、乗ったら。はい、え、まあ、これ回ってるのは上から見てるからこう回ってるんですけど、実際釣りやってるとこういう角度で見た時は回っててもこれが左右に触れてるように、こう触れてるように見えるんです。円の外だけを見てるんで、そういう動きをします。でもっと慣れてくるとテンション抜いた時にこのガイドに通ってる糸の、これが普通糸通ってるまっすぐこう全部通ってるわけですね、ピーンと張った状態なんですけど、この上のガイドの上と下、普通こう曲がってれば下に糸がありますよね、はい、一瞬穂先が戻るときこの糸が上のガイドにくっついたりするんですよ、糸が、はあ、抜けるんで糸が遊ぶわけですね、はあ、そうすると今まで下に触ってたガイドが上にこう行くようになりますよね、パッと一瞬力が抜けると、はい、それも当たりなんでパシッといきます、はい、そんなとこ見てんですか。糸も見てます、まあ、ここ穂先を、まあ、ガイド3つか4つとここから出てる糸も少し見てます。ここだけ見てるんじゃなくて行ってる糸も全部見てます。だから言うと多分回ってるの、穂先回ってるの見えますけど糸も回るんで一緒に。え、それどこら辺を見てるんですか。こう全部見てますよねこう全部全部まあそうだよね、穂先見したらそこも目には入ってるわけだから、そこ今まで見てなかったところを見なきゃいけない。あ、わかりました、メガネを買いに行きましょうまずはそんなやっぱ第六感ってやっぱ本当第六感っぽくなってきたね。本当ですよね、だってガイドの中をこう糸がちょっとくるってなるってことですよね。とその前に一瞬こう抜けた感覚があった時にパッて穂先見ると、あ、やっぱりね糸こっちガイド行っちゃったなと思ったら合わせるの乗るとか実際だってそのガイドの穴の径だってもう2ミリないぐらいじゃないですか。そう、見えるんですよ。見えちゃうんだ。見えます。すごい。じゃあその違和感を察知する能力が第六感なわけですね。あとはね、まあ、いろいろ人によって感じ方が違うと思うんですけど、これヘラ浮きのトップだって解釈する人もいるんですよ。ヘラ浮きのトップ、うん、この穂先がこういう曲がった状態で待ってますから、これがヘラ浮きのトップで浮きってこう引くじゃないですか、はいはい、その動きですよね。そうやって穂先が動いたらそれで合わせる。あー、カラーリングがちょっとこう、そうそうなってるんで、色が入ったとか、はい、ねえ、だから違和感をこう感じるためには、もうそもそもイカが来てない時がどういう状態かっていうのも、はい、こう知っとかなきゃいけないってことですよね。そうですね、まあ、触ってない時は多分ほとんど動かないですよね。何やってもやっぱ合わせていっても触りもしないし、見てても動かない、うん、でイカが来るとそれがやっぱ変わるわけですよね。その触ってない時と触った時の差がどこで出るかっていうのが当たりなんで、うん、よくゼロテンションで釣るって鈴木さんも言われるじゃないですか、はいはい、ゼロテンションってどこが完全なゼロテンションなんですか。もう張らず緩めずってことですよね。そうですね、うん、ただそれもやっぱりカワハギとかとちょっと違って、ゼロテンションも結局これもゼロテンションだし、うん、これもゼロテンションなんですよ、うん、でこれもゼロテンション、うん、だからその自分の使ってる竿の調子でそのイカが乗った時の当たりをゼロ点で待っててからイカが乗った時の当たりは、うん、自分で一番使いやすい状態で待つのが自分に合ったゼロ点なんですよね。そうか、その張らず緩めずも竿によって穂先の形は変わってくるわけですもんね。そういうことです。曲がりの具合がね、はい、はあ、では柔らかい竿ですけど、はい、まあ、ちょっと固めの竿だとゼロテンションもやっぱまた全然違ってきちゃう。そうなっちゃうんだ。そっか、例えば重りとかでもまた変わってきますよね。そうですね、まあその重りの話もやっぱりそのテンションのかけ方イコールなんですけど、まあ普通今通常65ぐらいの重りをこう使うんですけど、まあ普通ゼロテンションって言われてこういう普通のゼロテンションで待ってる時って、うん、まあ、重りがこう寝てる状態ですよね、うん、で寝てて叩くとまあパタ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 っていうような状態で動いて、はい、でここから合わせる時って重りが立ってから、はい、これを上に上がらないと
構乗ったのか分かんないわけですよね。あ、そうですね、はい、2段階なんで、その間に駆け遅れっていう現象が起きるわけですよ。駆け遅れ、はい、当たりがあってからでも自分で感じてから実際イカがかかるまでの間に1秒ないし2秒とかのズレが生じるわけじゃないですか、うん、その間にタイミングが悪いと離すっていう。じゃあどうしたらいいんですか。次は今度は重りを立てた0点、はい、あ、重り立てた状態の0点もあるのか。これでも倒れないようにキープしてるだけなんで、うん、竿の曲がりは寝てる時と立ってる時では同じ0点でキープの幅は一緒です、うん、ただこれ立ててるのをキープしてるだけなんでちょっとは余分に回りますけど、このでも同じ0点なんですよね。そうやってこうやってて重りの重さの具合で分かるもんですか、立ってる寝てるって。これね、多分アナゴとかね、いろいろこう重りを小づく釣りをやってる方だったら、まあカワハギとかもそうなんですけど、よく分かると思う。倒せばパタンっていう自分で分かりますから、起こせばキュッて、あのゼロ点で待ってて重り起こしました、ギュッと曲がってまたヒュッてこう戻る、これが立てたゼロ点です。あ、でそこから持ち上げると、で今度はここで動作を叩きをこうバチバチバチって入れてあげて、はい、そうすると今度はこうやって合わせるよりも直接ダイレクトに行く分だけ、うん、合わせの時間がずれなくなりますよね。ちょっともうここまで来ると、はい、第7巻だわ。もう6超えて、はい、第7巻、重りの状態を透視する能力ですね。そっか、細かいですね。そこまでイメージしていると、はい、その駆け遅れっていうことが減らせるわけなんですね。減らせます。多分それが分かるようになると、うん、やっぱりその第6巻第7巻というものを、うん、じゃなくなっても自分の主観として捉えられるようになるんで、うん、うわ、これ船で教わりたいね、実際に釣りしながら。うわ、ちょっとぜひ教えてくださいよ。じゃあ今度ぜひ一緒にしましょう。お願いします。これからだんだん夏に向かって、うん、本当に月に10メーター単位、まあ、週に10メーターって言ってもいいぐらい、今90が来週80になって、うん、ちょっと濁ったら70になってみたい、うん、でだん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 浅くなってくるの で、うん、で浅くなってくるとまた当たりももっとダイレクトに取れるようになるんで、うん、本当面白い展開が多分待ってると思います。丸イカ釣りハマった人本当面白いって言いますもんね。そうです。うわ、ぜひと教えてください。よろしくお願いいたします。手に入れたいですね。ね、もう釣れてもう第7巻で、第7巻。ねえ、さてここでですね、釣りビジョンマガジンの取材映像をお届けいたします。今週はこちらも絶好調、東京湾のシーバスです。今回は神奈川県の横浜本牧から出船。釣り場が近いため朝8時過ぎ、予約のお客さんが揃う次第のゆっくり出船です。あ、いいね、嬉しいね。およそ20分ほど走り、水深20メーター前後のポイントから釣りを始めると、速い潮の流れに対応できるアングラーにヒットが連発。50センチ前後のフッコクラスが船内をにぎわします。数釣りできるっていいね。あ、釣れました。お、チグだ。やっぱ速い潮ってことなんで、重めのジグ使う人が有利だったのかな。釣れてますね。いいね、綺麗な銀色。 80g のメタルジグをメインに、状況に応じて 60g も使用。下げ潮が早くラインが斜めになる状況でしたが、しっかりと狙いのレンジを攻めることができれば活性の高い魚に出会えます。あ、楽しそうだな。潮止まりのタイミングでポイントを移動。後半も入れ食いモードが続き、最大70センチクラスのシーバスも出現。そんなに高架性の今、皆さんも東京湾シーバス楽しんでみてはいかがでしょうか。わ、いい方釣れてるじゃないですか。あ、これ大きいですね。大きいね。最近私はあのバチ抜けパターンって言われる、はいはい、バチが流れる時の河川におかっぱりで行ったんですけど、もうね、大潮と中潮で3回行って全滅でした。3連敗3連敗あ、そう。そう、やっぱ難しいですね。バチ抜けてるからいつも釣れるってわけではないんですね。で、そうみたいですね。抜けすぎてもダメだし。お腹いっぱいになっちゃう。タイミングが悪いとね、やっぱあればっかり食べちゃうんで。なるほどね。今週末、もうこれの初回放送の今週末もいい潮なんで、はい、ちょっとまたチャレンジしようかなと思ってます。負けず嫌い。負けず嫌い。釣れるまでやる。頑張りましょう。でも船長によるとね、あのこのボートシーバスは例年4月くらいまでハイシーズンということなので、うん、もうイワシの群れを追って大型も狙えるということなので、ぜひ早めの調校をお勧めいたします。いや、皆さんぜひ頑張ってください。はい。ということで鈴木さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、フィッシングウェーブでした。